どうもどうも、花宮ネクです。ザクザクアクターズをやっていくぞ。メガちゃんに夏時計のかけら台を2つ集めてきな。権力者が持ってるかもね、と言われたので、とりあえずタコタウンの偉い人に話を聞いてみますかね。村長ってポンちゃんって呼ばれてんの？めっちゃ住民に親しまれてんな。なんか可愛くてちっちゃい子が出てきた。これ親しまれてるってよりは舐められてるな。たこ焼きをイカ焼きに変える仕事、あまりにキレがいい。うんこ、罵声で笑ってしまった。政治生命がどうこう言ってたし、たこ焼きの具材をイカに変えないとタコ派からの支持を失うのか。しょうもないけど大変だな。ここの住民票持ってないんですけど大丈夫っすかね。危な、引っ越し届けかよ。ヘルチンが使用ネバブル使えなかったら引っ越したのに住めないっていう謎状況になるぞ。めちゃめちゃ聞いてくれた。この村長愉快すぎる。助けてあげたいけど市場では助けられないから実績を積め、あまりにも真っ当である。
時計のかけら、アクセサリーになってるんだ。結局夏時計の意思はどこにあるんだ。ネックレスに締め殺されたいしないの。支持度200稼げば OK か。意外と楽だな。やってりゃ自然に達成しそうだ。しかし水中は足が遅いのが気になる。どうにかならないんすかね。ゾーラの服とか欲しくなるわ。わお、日韓的なドラゴン。外国の獣な兄貴たちが好きそう。炎が効くんすね、こいつらには。お、レッドベリルは炎、防御、狙われ率か。これは完全にマッスル用だな。魔法少女マッスルのファンシードがさらに上がっちまうな。でね、これ収録中にメモをそのまま録画できるようになったんすよ。マッスル頭って書いて非表示にして、よし。で、サプライズイベントが泳いでるんですが、なんだあれ。あら、かわいい。なんだこいつら、カツアゲか。本当に肩を折ってやろうか。ボルチンがいてよかったね。ほんとヘルチンはこういうのに抗えないだろうし。しかしなんでレアイベントを引いてまでカツアゲされにやならんのだ。うわ、こわ、ベンダーバイバンクガード。ようわからんけど、ウルティマオンラインの言い方らしいです。オンラインゲームはあんまり通ってないんよな。なに、温泉宿まで戻されるのはちょっと、運気レベルとかいい感じなんで。調子がいい時は信じられないぐらい強いだと。すごく嫌になってきた。帰りてえ。やべえぞ、絶好調っぽい。ぬーん、ゴーハラだが、ここは10万払っておこう。リスクは負いたくないんじゃ。腹立つ。次に会ったら何がどうあろうとぶち殺してやるからな。あ、さっき村長のとこに連れてってくれた人だ。謎生物と何やってんだ。ああ、さっき相棒がどうのこうの言ってたな。この謎生物が相棒かい。随分と異種族コンビなんすね。
まあ町ぐるみで夏時計のかけらを集めてるって話だったね。じゃあ我々も一丁かみさせてくれませんかね。ああ、自分で自分をバカなんて言わなくてええんやで。さすが子供国王コンビは推しが強いぜ。友達になろうよ。普通に関わらせてくれた。行ってみるもんですね。剣道を見て採掘を続けるか決めて、失敗したら全没収か。ふーん、劉備とんところの宝物庫と違って、失敗したら途中で得たものも失うのは厳しいな。おお、なんじゃこりゃ。砂三種と宝箱二種、あいつら結構やるな。古の箱なんてのも掘る可能性あるのか。普通の砂ゲット、危険度プラス参加、さすがにまだまだ掘ろうぜ。普通の砂ばっかりやん。もっといいのを引くまで帰りませんよ。読んでもうダメなの？厳しくないっすか？この後も採掘するんすけど、だいたい2回を超えて採掘したら失敗しますね。めちゃくちゃ厳しい。しかも宝箱を掘れても半分の確率でカプリコに取られる。なんて気のないイベントなんだ。あ、むっちりドラゴンもさっきぶりっすね。うわぁ、ドラゴンゾンビになった。肉襦袢を着てたのかよお前。黒いよ。しかもめちゃくちゃ強い。全体瀕死からの全体攻撃は禁止カードだろ。右もゾンビだった。死ぬでこれ。しかしその辺の強敵が即死パターン持ってるのやべえな。一回だけ全滅回避できるようになったからか、容赦がなくなってきたな。オートだと負けかねないので真面目にプレイ中。なんとか勝った。アンデッド怖すぎる。炎キャラをもうちょっと厚めにしようと思いました。その後なんやかんやあって指示度を200集めました。前回と次回の動画との時系列はぐちゃぐちゃだけど気にするな。あ、代表はボルチンなんだ。まあ国王コンビもリーダーも演説できそうにないしな。
めちゃくちゃしっかり演説してるボルチンの貴族スキルエクストラダンジョンになってからやっと大活躍してんね。自覚してて偉いぞヘルチン、とてもわかる。はぐれ王国におしとやかな人がそもそもあんまり、レプさんとしのぶさんぐらいじゃないか。ゼニアッタちゃんはなんか違うし。自然な流れのうんこ好き。よし、夏時計のかけら第一つ目をゲットだ。なかなか順調じゃないでしょうか。といったところで今回はこの辺で。お疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。